サインアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は、カボチャの脇芽かき、追肥、人工授粉などをやっていきたいと思います。こちらのカボチャなんですが、品種はですね、ミニカボチャのボッチャになります。こちらはですね、以前動画配信しましたが、4月の中旬に種をまき、自らですね、育苗した苗を植えています。前回の動画ではですね、苗を植えて摘心までやりました。その後大きくなりましたので、これからのですね、管理作業、追肥、人工授粉などをやっていきます。カボチャはですね、親づる本葉4、5枚で摘心します。その後ですね、子づるを2本か3本伸ばしていきます。こちらですね、親づるを本葉4枚で摘心して、子づるが1、2、3本。伸びています。カボチャはですね、摘心して子づるを伸ばして、そのまま放任でもいいんですが、特にですね、株元は脇芽かきをします。こちらを見ていただきたいんですが、親づるをですね、摘心して子づるが伸びています。株元からですね、子づるの葉っぱが5枚程度、だいたいですね、20センチ程度、一番花がなっているところまでの一番花や孫づるは切ります。こちらですね、孫づるになります。ですので切ります。こちらもですね、一番花になりますので切ります。こちらはですね、今咲いてませんが雄花になります。雄花は取る必要はありません。この子づるに関してはこれで OK です。こちらもですね、伸びているのが子づるになります。そしてこちらが一番花ですね。およそですね、20センチ、25センチぐらいのところまで一番花がなっています。この一番花と、孫づるですね、を取っていきます。子づるの本葉のですね、付け根から出ているのが孫づるになります。新しい芽があります。こちらが孫づるになります。一番花以下のですね、孫づる、雌花は取っていきます。株元でですね、虫に食べられていたり、傷みがちな葉っぱは切っても大丈夫です。これで完成になります。一番花を鳴らしてもいいんですが、まだですね、葉っぱの数が足りません。無理にやりますと樹勢が弱りますし、場合によってはですね、空洞感になりますので、できればですね、5節以下の1番花は取った方がいいです。そしてですね、孫づるも取った方がですね、すっきりとして病気の発生も減ります。株元から子づるが3本伸びていて、およそですね、本葉5枚までの雌花や孫づるを取っています。カボチャは強いので、放任栽培といって何もしなくても収穫することはできますが、できればですね、親づるを4、5枚で摘心して、子づるを2、3本伸ばす。そして、本葉5枚までの脇芽はですね、取った方がスッキリとします。脇芽かきをした後ですね、つる整理というんですが、子づるをですね、マルチに対して両側、1本1本もしくは2本1本で配置します。隣同士のつるがですね、混ざりますと、風通しが悪くなって病気が出やすくなりますので、気をつけてください。このようにですね、隣同士ぶつからないように、最低でも40センチは離すようにしてください。次に人工授粉についてやっていきたいと思います。カボチャの花はですね、ご覧の通り大きいので、人工授粉をしなくてもうまくいくことが多いですが、特にですね、6月など、梅雨時はまだ蜂の数も少ないですので、家庭菜園などで確実にならせたい時はですね、やはり人工授粉はした方がいいです。人工授粉もですね、一般的には午前10時ぐらいまでに済ました方がいいです。ただですね、暑い時はですね、6時、7時にはもう花粉が出ていて、10時ぐらいには花粉が出ていないこともあります。逆にですね、曇っている時などは午後に花粉が出始める時もあります。ですので、授粉する前にですね、一度花粉を確認してからやってください。では実際にやっていきますが、こちらは違う株から取った雄花になります。
そしてこちらが雌花になります。雌花はですね、このように小さいカボチャがついています。受粉の仕方なんですが、違う株から取った雄花ですね。花びらを取ります。雄花の花びらを取って剥き出しにします。花粉がですね、出ているのを確認します。そしてこちらが雌花になります。一つの花で2、3株人工授粉することができます。そしてこちらに軽くこすりつけます。これで人工授粉は完成になります。軽くこすりつければ大丈夫です。次に追肥をしていきます。こちらですね、子づるの先端になります。肥料がですね、効いている効いていない、樹勢が強いか弱いかですね、つるの先端を見ると分かりやすいです。このようにですね、つる先が水平もしくはですね、垂れ下がっている場合は樹勢が弱いです。つる先がですね、このように多少持ち上がっているぐらいがちょうどいいです。逆につる先がですね、あまりにも持ち上がっている場合は樹勢が強いです。つる先を見るとその時のですね、樹勢が分かりますので、それを確認しながら追肥するといいと思います。今回はですね、このようにつる先が下がっていますので追肥をしたいと思います。カボチャはですね、もともと早生が強いので、前作の肥料がですね、効いていて、樹勢が強いときは追肥しなくても大丈夫です。今回はですね、1万個も咲いてきましたので、花肥として追肥をしたいと思います。今回はシアノボカシ肥を追肥していきます。株元からですね、近い方の通路に撒いていきます。このようにですね、パラパラと撒いていきます。今回はカボチャの脇芽かき、人工授粉、追肥についてやってきました。カボチャはですね、放任栽培といって何もしなくてもある程度の収穫は見込めます。ただですね、人工授粉やその時の樹勢に応じて追肥をした方がより多くの収穫ができますので、ぜひですね、ご自宅のカボチャもですね、様子を見ながら追肥などをしてみてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。